皆さんこんにちは、しほりみチャンネルのしほとです。大丈夫ですか？今回はですね、ちょっとさ、テンション上がりすぎなの君。ちょっとあと少しじゃさ、ちょっと休もうか。少し一回深呼深呼吸深呼吸、せーの、スーハーでー。スーハーでしょ、普通。スーハー愛した。スーハー、あーもうテンション高すぎなんですけど、今回はりみちゃんが、今回はですね、あの宝探しということで5000円をね、私の部屋に隠しております。信じとんないでよ。ということでね、私が隠し人なんで、私はもう答えをしてるのでね、はい、今回宝探しに挑戦はできないんですけど、はい、今回ね、りみちゃんにね、私が隠した5000円を探してもらいたいと思います。いい子や、欲しいだもん。いやでですね、なんでこの企画が始まったかというと、はい、実はですね、りみちゃんがお正月にじいじとばあばにお年玉もらったんですよ。そうなんですよ。でね、りみちゃんはね、何も持っていってなくて、カバンとか、うん、でしほちゃんにね、持っててってね、預けたんですよ、はい、で、そのままなんですよ。で、りみちゃんからも何も言われることもなく、そうだ、3ヶ月が経ちました。そうでね、違うの、本当はもうその後すぐにちょっとじゃありみちゃんにちょっとね、ドッキリじゃないけど隠して探すっていう企画やるって言って、実は隠したんですよ、その後すぐね。だけど結局なんだかんだやれずじまいで3ヶ月が過ぎてしまったということです。そうですね。なのでお宝というか、その5000円はもうりみちゃんがじいじとばばにもらったお年玉でございます。はい、はい、お年玉。そうで、この袋はね、しほちゃんがじいじとばばにもらった袋なので、はい、全く同じ袋に入っています。はい、で中身はもちろん私たちはノータッチなので、はい、開けてませんね。私も開けてません。はい、しほちゃんもママも開けてません。そのままです、中身は。はい、だから私が開けて OK だなっていうのが分かったんです。そうです。多分同じ金額だと思われます。これで違かったよね。5000円じゃなかったとか言って1万円とかだったら、ちょっとさすがにそれはないでしょ。私5000円しか入ってなかったから、ショックなんだけど。リミちゃんだから5000円か3000円か分かんないけど、とりあえずね、はい、リミちゃんもう一回見せてください、袋。こんな感じね。ちょっとさちゃんとして、リミ本当好きだよね、ちょっと壊すの。本当にこういうの好きなんですよ。こんな感じの袋です。はい、これです。これをね、今からリミちゃんに探してもらいたいと思います。はい、探しちゃいけないところなんですけど、ウォークインと、うん、あとソファーの下には絶対ありません。うん、はい、それ以外は分かりません。どこにあるか、りみちゃん。いや、この下に靴下あるけど。じゃあ、そこも無しにしましょうか。テレビの下もないよね。ないね。はい、ということでね、ちょっとカメラ動かします。ちょっとカメラね、全部撮れないんですよね、このカメラ。じゃあ、ソファーもちょっと撮るよ。こんな感じで、一応ね、しほちゃんの全体の部屋はこんな感じになっております。今のところね、今のところこんな感じで、はい、ちょっとね、今ね、コートがすごい汚いんですよ。そうね、そこのコートをどうするか迷っています、はい。まあ要するに、しほちゃんの部屋が汚いからできなかったって、3ヶ月間できなかったっていう噂もあります。それは言わなくていいやったからね。りみちゃん、じゃあやりますか。やる。じゃあどうする？普通に探したんじゃ面白くないよね。だね。3分にする。3分以内に探せたら、どうしよう。今日はりみちゃんの好きなご飯にする。あ、しほちゃんが不満そう。でも3分で見つけられなかったら、しほちゃんのご飯。よっしゃ、肉。やだ、3分、10分にして。10分、じゃあ10分にする。やだ10分にしましょうか。いや、刺身になっちゃうじゃん。15分。刺身対肉。15分。はい、15分は長すぎでしょ。10分あれば探せるよ。え、お刺身がいいの。私お肉がいいんで。じゃあお刺身 VS お肉ですね。今晩の夕飯メニューを、はい、決めます、ここで。野菜食べたいの、野菜。テレビのルールありますか？言わないでおきます。じゃあ始めますか。え、じゃあどうしよう。待って、ママの携帯で測った方がいいか。うん、私りみちゃんを追うね。うん、ちょっと待ってね。早く探して、待ってください。まだ座りなさい。探したいよ。まだ座っててください。早く探したいよ。じゃあ意気込みを聞きますね。意気込みは、どうです、10分以内に見つけられそうですか？見つけられない。見つけてください。行きますよ。じゃあ行きます。まだ座っててください。行きます。
よーい、スタート。始まりました。ママが見えるな。ママは映さない。痛い。あ、ごめんごめん。そんなとこどんなとこ探してんの君。お、本棚ですね。なんか読むの？少女漫画。面白いよ、読みなよ。10分もあるんだよ、少しは読みなよ。あ、そう。そう、ピンクコーナー。いいでしょ。そこね、カチューシャとか。あー、見せ。そう、カチューシャとか。いいでしょ。あ、いいね。じゃあそこ今汚いんだけど、ちょっとあそこもね、あの、そうそう、うん、これここ開けれるの？開けれるよ。何もない。ね、それいや。チポ落としたな。チポ。チポ狭いよ。マジか、この辺も荒らされんの？じゃあ、ダメよ、シーザー、そんなヒントない。じゃあ、ここはないってことか。荒らさないでください。荒らさないでください。動画になるんですよ。その辺生あるし、ちょっと私の成績表なんで、その辺はちょっと。だって成績表だよ。はい、8分、残り8分でーす。やったー！ 2 分経過しました。でもね、でもね。作戦かもしれないってことですね。そうそうそう。作戦かもしれないね。ちょっとその辺はちょっとさ。テレビ台に映りましたよ。見てください、この汚さ。超汚いね、でもね。マジで汚いよね。本当に汚いと思う。悪くないこれ。ほら。いや、めっちゃ悪くない。マジで汚いですけど。なんか、リミではね、この辺で遊びそうじゃない、なんか。テレビ台をね、これ、かぶせてないと。テレビ台の中。わー、すごいとこ開けたね。ヒント。片付けないとなと思うんだけど。ヒント。いや、まだあと7分もあるんで。そうだよ、さすがに今からヒントは早すぎでしょ。じゃあ5分になったらヒント。開くの、これ。嘘、開かない？開かない。詰まりすぎてて開かないか。ママも知ってんの？ママ知ってる。ママも知ってますよ、もちろん。今近い？内緒。まだだって6分、まだ7分ぐらいあるからね。お刺身。お刺身。お刺身。きっとのこの子。今何が言いましたか？言いませんでした。あ？何も言いました。グッズ眺めるのいいよ、いっぱい眺めな。眺めない。テレン適当に出ていいや。並び順とかあったの？あ、しょっていいんでしょ。ほんなママもうんって言ってるよ。並び順には気をつけませんってことで。最初に見たけど怪しいんだ。6分です、残り6分。早く言いなさいよ。言いなさいよ。雑。あ、りんちゃん大苦戦です。そうですね、やばいです。何あるんでしょうか。ゴミ箱。それゴミ箱じゃね。ゴミ箱ですね。潜ってます。待って、今カーペットめくったんだけど。まあね、わかんないよね。あるかもしれなかったもんね。あ、奥まで行きました。ちょっと照明が。お照明ないからさ、すごいさ。暗い。暗いね。すいません、ちょっとこの辺暗いかもしれません。あれ、やめた。レミちゃん。何これ、何？
これあの Wii のやつだよ。なんか運動するって運動するって感じ。一回も使ってないよね。使ってない。自粛中にさ、うん、おたちゃんなんかあれそれあのホームセンターじゃなくてリサイクルショップ、そうそう、リサイクルショップで買ったやつ。あと5分。そう、あとね4分33秒です。ねえねえ、ヒントちょうだい。ヒントあげようか。じゃあ4分になったらあげる。3分だったらあげようか。リミ3分になったらヒントあげます。3分ね、頑張れ。最初はやっぱり多すぎでしょ。この辺もちょっとキャラクターもんなの。キャラクターもんも混じってるでしょ。あ、やべ、あっちに。ごめん。この辺何？いや、わかんない。作戦かも。花かもしれないよ、りみちゃん。あれ、いいのかな、そこで。どの時間が稼いできますよ。何かな。私がなんか、ずっと5000円を持ち歩いてるかのようにランドセルを上げました。さすがにランドセルはりみじゃないでしょう。学校には持っていけないからね。ランドセルありがとう。面白い。この辺ね、旅行バッグ。全然使ってないけど。行きたいね。この辺で、ね、ついに3分になっちゃいました、うん、じゃあヒントいきましょうか、しょうちゃん、はい、じゃあ教えてあげてください。どういうヒント？ヒントはですね、はい、壁です。かわいいね、リミ。壁です。壁ですよ。でも取れないじゃん。じゃあ残り2分になったらもう1個ヒントあげましょう。いいよ。あー、白黒。白黒。なに、壁ってどこ？壁は壁よ。ねえ、まあ壁だよね。壁です。あ、それね、ここね、ここに書くとね、汚くなっちゃうからね、ここに書いてね、この磁石で貼ってるの。お、リミちゃん、やばいです。2分になっちゃいます。残り2分。じゃあしおちゃん、もう1個のヒントお願いします。なんで？本棚です。本棚来ました。なんで？最大のヒントが言っちゃったよ。どうする？あと2分。これわかるでしょう。なんで？どこ？残り1分45秒リミ頑張れ。本棚だよ、本棚。じゃあ次1分になったら次のヒントも。でもなんかない。どこ上届かないよ、リミ。上大丈夫、リミの届く範囲だ、ギリ大丈夫。うん、うん、届くよ、リミ。ねえ、その持ち方だね。もうダメ。ねえ、大丈夫か、ちょっと。じいちゃん、でもここは我慢だよ、さすがに。わかりました。はい、それはしょうがない。どこよ。ねえ、どこ。やばい、もうあと1分だよ。やばいよ、あと1分になったらもう1個しょうがないヒント。これ掴んでる。うん、そのまま入ってるよ。頑張れ、リミ。ないよ。あー、残り1分になっちゃいました。しおちゃん、じゃあ最大のヒントあげましょうか。白い本です。白いですよ。白いってどこよ。じゃあ残り30秒になったらもう1個最大のヒントあげましょう。待って待って、30秒になりました。じゃあママから最大のヒント。リミ、焼くネバです。焼くネバ、ひどい。くじゃ、焼くネバだよ、リミ。急げ、あと20秒だよ、リミ。頑張れ。何これ？頑張れ。何これ？ない頑張れ。ないよ。落ち着いて、あと10秒。それ面白いよね。リミ、頑張れ、あと5秒。正解はですね、リミ反対から行けばよかった。ほら、見てください、見てください、これ欲しかったね。いいとこまで行けたのに。見てください、これね、挟んでありました。まあ、お金はね、リミちゃんは返します。お金はリミちゃんにあげるけど、今日の晩ご飯はお肉に決まりました。大丈夫、大丈夫。でもしょうがない、しょうがない、リミちゃん。お金いくら入ってた？バーバたちから。じゃあこの5000円でお寿司向かう。
ロゴ線でお写真か。見てくださいこれ。頑張ったね、リミ。頑張った証だよ、リミちゃん。頑張った証です。惜しかったね。逆から行けばね。ね、なんであっち曲がれちゃったの。そう、こっち一巻から見ればすぐ分かったんだよ。リミ、ヤクネバ好きじゃん。だからヤクネバの一巻に挟んでたの。そう、ヤクネバの一巻に挟んでました。一番好きそうだったからヤクネバが。そう。リミはよく届かない。届いてたじゃん。え、届いてた。見えなくったって見えちゃったらさ、すぐ分かっちゃうから。鬼滅の刃そんな絶対見えるじゃん。そう、見えるじゃん。髪が。だからギリギリのところに挟んどきました。完璧でしょ、完璧でしょ。泣かないの、もう頑張ったじゃん、もう欲しかったじゃん、ね、頑張った。悔しいね、もうちょっとだったもんね。ここからやる、今度ついちゃん、リミが隠してる。今度ちーちゃんにやろうか、うん、隠して。今度はいいよ、リミ隠しな。今度スマホ隠そう、スマホ。やだ。スマホ隠そう、スマホ。はい、うん、ね、泣かないの、リミ。泣かないの。え、スマホ隠そう、リミちゃん。今度しーちゃんのね、大切なもの。したら音楽も聴けないし、アニメも見れなくなっちゃうから。リミも隠れる場所決めた。あ、もう決めたの。ね、ゴミ箱とかに捨てないでね、スマホ。さすがにもういいとこ見つけた。おー、楽しみだね。じゃあ今度やりましょう、春休みにね。やります、みんな楽しみにしていてください。はい、はい、ということでね、今やる、今やるの、いいよ。いいの、メラメラですね。ということで、はい、それではバイバーイ。頑張ったね、リミちゃん。でもね、お疲れ、お疲れ様でした。でも今日は肉だね。もしシーちゃん見つけられなかったら、あ、じゃあ逆に今からしーちゃんバージョンをやって、しーちゃんが見つけられなかったらお刺身に変更でもいいですか、うん、いいですか、しーちゃん。望むところだ。お、さすがね。じゃあ皆さん続きがあるそうなのでお楽しみに。楽しみに。バイバイ。